世紀の一戦をとくと見届けてください。アコーダー174センチ70.0キロ、ヘアワールドラックス2003世界王者マーサーター。カリスマが挑むマサト。赤コーナー174センチ69.0キロ、 K-1 ワールドマックス2004-2006 世界王者ブラカオ・フォー・ブラインデー。揺るぐのか揺るがないのか、絶対王者ブラカオ。伊藤川雅人、ジャッジ岡林彰がどうだ。K-1 ワールドマックス2007世界一決定トーナメント準々決勝、日本マサト VS タイブアカーオ、ベスト4入りをかけての両雄の激突。3分3ラウンド、トーナメント準々決勝準決勝いずれも2ノックダウンで争われます。3年の時が流れました。3試合全て全速力で戦う体を身につけてきたと語るマサト。3年前のあの日を思えば苦しさと悔しさとそれしか残ってないというそのマサト。マサトの今のチャレンジャーとしての始まりがあの2004年の7月のウアカーオとの敗戦でした。日本武道館歴史の番号両雄激突。3年の時を超え両雄拳を交えます。気合入ってますからね。スリップです。さあこの絶対王者に対してですね、はい、マウス選手がどういうふうに作戦を立てていくかですね、パンチいきますね。第1ラウンド、まずは立ち上がり両者の距離がどのような形となるか。両者で気が強いですね。互いに王者のプライドがあります。気持ちが出てますよね、マサト選手。バッカーも落ち着いてますよ。肘が当たったということですね。この K-1 のルールでは肘は禁止です。踏み込みました、マサト。ボディー前、ブラカーもパンチうまいですけど、そのパンチを避けてますね。マサト選手にとってはパンチの打ち合いに行った方がいいでしょうね、はい、まだブラカーはあの得意の足技をあまり大きく出すこともなく、ローが来た、近い距離、積極的にマサトが近づきに行ってるような感じですか。そうですね、近くに行った方がいいと思います。やっぱ左フックですね。ローキックはブラカーオ。とにかく4分間で200発という感じの練習。また右アッパー入りました、マサト。ローキックを返すブラカーオ。とにかく前出て、パンチで勝負することですよね。絶対王者に対してのこのマサトの突き上げてきた肉体。ストレートをかわしているマサト。よっしゃ、左マサトのフック、世界を取った左フック、ブラカーオの前蹴りを打っている。この辺りをかわしているマサト。ブラカーオの右、ブラカーオのパンチ出させた方がいいですよ。ブラカーオのパンチ出させた方がいいですよね。第1ラウンド、右だけ気をつけて、かわしましょう、かわす、よし、このかわした、第1ラウンド、マサトが逃げ
雅人がダウンをまず取りました。解説は谷川貞治さん、畠山貴則さんです。そしてスペシャルゲストに関根勤さん、はい、山本キッド紀文選手に加わっていただいております。皆さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。すごいですね。すごい形ですね。いい試合だ。いや、この形ですね。キッドさん、はい、雅人の右ストレート、そうですね、もうそのストレートとアッパーで行ってほしいですよ。ちゃんとローはカットして、はい、いやパンチでいけば絶対いけますね。関根さん、はい、絶対王者があんな形で倒れ込むとい う, そうまずめったに見ないシーンですよね、はい、ですからこれ雅人選手のペースになっていけば勝てる感じがしますね。このままいけば勝てますね。大歓声の日本武道館です。さあこのラウンド重要ですね、はい、あの1ラウンド1ラウンドの気持ちを忘れちゃダメですね。なるほど、とにかく前に出た方がいいですね。雅人の目はまさに飢えた狼、挑戦者のそのものでした。あの中間距離はブアカー完璧なんで、はい、やっぱりあのリスクを背負ってでもパンチ打ち合う方がいいと思うんですよ。なるほど。ボディ下手に距離を取って、そうですね、距離を取っちゃダメですね、距離を取っちゃダメですね。もうリスク背負って打ち合う、前に出るっていうことが作戦だと思うんですよね。これでいいと思いますね。畠山さん、第1ラウンドはまず雅人の右アッパーから左フックという、そうですね、それが何度か捉えてたんですよ、はい、ただまあ最後はダウンというのはまず右ストレートでした。右ストレートいいんですよ。右ストレートの今日飛びで、またいった、またいった、右ストレート、あのブロックはない、あ、そうそうそう、いいとこ、雅人の左です。2003年世界の頂点に立ちました。それから3年間左足の一つの骨折など苦しみ抜いてきました雅人。そして迎えたこの2007年絶対王者とのこの準々決勝ベスト8での対戦です。ブアカーの右を、これ右を気をつけてね、はい、左のガードだけ下げずにとにかく打っちゃった方がいいですね、はい、あ、このロックが、ハッサン、はい、若尾さんですが、ローキックが効いているんだからパンチでやたらと打ち合うな、キックで試合を組み立てろという指示が出ています。若尾はそうした方がいいですね、一方の若尾はローキックでやった方がいいと思いますけど、マサトはとにかくあの若尾にパンチ出させることですね。さあ一方マサトサイドどうですか。マサトサイドあれだけ攻めても息が全く上がっていません。でこちらの攻撃の指示としてはやはり右アッパー、若尾全く見えていないぞという指示です。なるほど、両サイドからリポートが入りました。このパンチいいですね。右やっとアッパー、ここもかわしている、しっかりとパンチを見ているブアカオは、ここ数年パンチがとにかく良くなっているとまさかは認めています。アッパーから左フック、畠山さんこのコンビですね。 いいですよ。これはもう相当練習してるパンチですよね。自然に出てますから。ただブアカオのパンチは俺のレベルではないとまさかは言っています。本当にブアカオがパンチがいいレベルにあるのかないのかはこの自分との対戦で分かるだろうとまさかは話しています。ローキックがいいですね、はい、ローキックが効いてると思いますよ。まだただあの3年前のような自由自在な足技っていうのは見られませんね。見られないですね。ローキックダメージ与えて、おー、いいストレート、マサトの右が来ました、はい、左フック、ローカーもパンチを返してきた、前ネートラルコーナー、ローキック、このローキックきついな、いや、じわと響いてくるか、このローキック、マサトの左足の太もも若干赤く腫れ上がってきています。残りが10秒を切りました。第2ラウンド、またローキック、ちょっとマサトが嫌がっているか、左のローキック、はい、来ました、ここで第2ラウンドゴングです。ここもマサトは両手を上げています。息が詰まるような戦いとはまさにこのことでしょう。第1ラウンド、マサトがブアカオからダウンを取った。そして第2ラウンド、ここもマサトのパンチ、しかしブアカオもローキックを返し始めました。そうですね、ローキックはいいですね、だからもしかしたら10対9をつける人もいるかもしれないけど、まあ10対10だと思うんですけどね。キートさん今の第2ラウンドいかがでしょう。そうですね、まあブアカオやっぱ足技が、あのローがうまいですね。あとパンチも振りかぶって打ってるから一発当たったらちょっと怖いかな。関根さん、はい、ブアカオの距離にさせないような形でここまで来てますけど。そうですね、あの息が上がってないって言ってたんで、あのスタミナが今マサ選手あるんで、こう押し切ってほしいですよね、はい、弱気にならずに、ファイナル3年ぶりに相まみえた両雄、そして4年越しの夢をかけ、マサと第3ラウンド
ファイナルラウンドに入りました。マサト・ブアッカーを現王者と、そして2003年の世界王者同士の激突があった。マサト・コールです。格闘技の殿堂、ブアカオの勝ち。ブアカオは倒さないとダメですから、倒しに来てるから逆にチャンスですよね、はい、このファイナルラウンド、マサトが一度ダウンをすでに取っています。取ってるからブアカオとしては前に 出ざるを得ないんですよ。なるほど。前蹴りとかですね、はい、ミドルで距離離すことができないんですよ、ね、マサトのパンチ、首が動きました。ブアカオコンビネーションがいい。アッパー、マサトの右アッパー、フック、これは絡みだ。だからダウンを取ってるからブアカーは前に出なくちゃダメなんですよね、ハッサンさん、はい、赤コーナーブアカーオサイドは何度も何度もローキックからの試合の組み立て、その後にパンチだという指示を出しています、はい、再開します、再開します。8月の伊豆での走り込み、はい、3ラウンド、そして3試合ワンデートーナメントを戦い切る、そのスタミナを身につけてきたマサト。一方ブアカーオも1日8時間の練習を毎日行ってきました。前アッパー、ブアカーオのローキックか、それともマサトのパンチか。世界を取った左の拳、マサトのパンチ、右手伸びました。ここも伸びた。第1ラウンドにはダウンを取ってブアカーオがまさか腰砕けのような形で倒れた、右ストレート、ブアカーオが掴みに行きますよね、これはやっぱりね、効いてたり怖い証拠ですね、パンチが。そうでしょうか、はい、ピンチに行ってるますから、いいストレート、はい、このミドルは大丈夫ですよ、こんなに焦った顔をしている王者を見ること、はい、しいいストレート、強気強気、左引いた、伸びた、引いてますよ、引いてますよ、ね、絶対王者が下がっている、下がっている、強気でいってほしいですね。マサトの圧力、伸びる。ハッサさん、はい、青マサトサイド、気をつけるのはハイキックだけ、はい、逆転のキックだけ気をつけるというふうに指示を出しています。とにかくマサトは時代を作ってきた、時代を変えてきた、それがマサトであるゆえんです。カリスマはリングの上でそれを証明するしかないと。コンディションが出ました、はい、さあここまで有利のマサト、絶対王者とのベスト4入りをかけての戦い、右アッパー、アッパーいいですよ、さあ連打、ちょっとブアカーは陽気になってきましたよ、何かブアカーの背中が小さく見える、こんな焦った格好の絶対王者を見たことはない、右アッパー、マサトのアッパーが出てきた、効いてますね、もうブアッカーオは精神力で前へ出ているだけが、マサト冷静にカウンター狙いか、いやこのラウンドも取ってますね、はい、マサトは。さあ残り10秒、残り10秒、ベスト4入りをかけ、そして4年ぶりの王座奪還をかけ、奪還をかけて、おーファイナルラウンド、マサト有利のまま戦い切った。大したもんだ、全体王者を相手にこの戦い、勝利を確信しているかのように手を挙げている。3ラウンド戦い切ったこの両雄でした。いや大したもんだ本当に、圧勝ですね、圧勝ですよ本当に、はい、ちょっと2ラウンドのローキックだけですね、危なかった、効いたっていうか、キートさん、第3ラウンドマサト余裕でしたね。そうですね、もうペースがマサト選手に完璧になってたんで、両手を高く上げています。ちょっとブアカを効いてますよね、まあ、ブアカもちょっと認めましたね、こんだけ効いてるブアカを見るの初めてですよね、本当ですね、このマサトの表情です。マサトの判定の結果をお伝えします。ジャッジ岡林、さあ判定です、30対27、まずはマサト、絶対王者をマサトが破りました。マサト勝った、王者文句なしですね、ベスト4進出、絶対王者相手にマサト完勝。いや素晴らしい、奥さんも目に少し涙を浮かべているかのように見えた、今挑戦者としてゼロからのスタートをした2007年王座返り咲きを目指すマサトがベスト4進出です。この